この特徴に当てはまる人とは今すぐ縁を切ってください。人との縁は私たちが生きていく上で様々な影響をもたらすものですよね。いい縁で結ばれた人との出会いは自分自身の成長につながる一方、悪い人に引き寄せられた人の影響によって自分のレベルがどんどん下がることもあります。今から縁を切るべき人の特徴を5つ紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。1つ目、平気で人の悪口を言う人。2つ目、時間やお金にルーズな人。3つ目、息をするように嘘をつく人。4つ目、感謝の気持ちがない人。そして最後の5つ目、それは人を傷つける行為を平気でしてしまう人です。あなたの周りに当てはまる人はいましたか？